マリア・ヨーゼファ・フォン・エスター・ライヒは、ポーランド王アウグスト3世の日。ポーランド5名は、マリア・ジョザファ・ホップ・スポーツ・アンカ。新生ローマ皇帝ヨーゼフ1世と、皇后、アマーリア・ビルヘルミーネの長女として、ウィーンで生まれた。妹は、皇帝カール7世の皇后、マリア・アマーリエである。父ヨーゼフ1世死後の1719年8月、ポーランド王アウグスト2世の息子。 フリードリヒ・アウグストと結婚した。ポーランド継承戦争の後、夫はポーランド・リトアニア共和国の王位を継承した。アウグスト2世はハプスブルク家との縁組でザクセン選定効果の帝国内での地位の向上を期待していた。1740年のオーストリア継承戦争の際、アウグスト3世は妻の10枚であるマリア・テレジアの家督相続を支持 しながらも妻の権利を主張して、ボヘミアに出兵したが、和平交渉の末に撤退した。その2年後、ザクセンはオーストリアと同盟した。1757年、マリア・ヨーゼファは、ドレスデンで脳梗塞で亡くなった。夫との間に14個があり、そのうち11人が成人した。ありがとうございます。